少須の原日よりの育成日記は、五十嵐優作による日本のライトノベル。イラストは、西又葵が担当。電撃文庫より2009年10月から、刊行されている。あまりに存在感のない地味な少女、小春原日よりは何を思ってかお嬢様学校である、私立姫の救助学院への受験を決める。日よりと同じアパートに住む晴れ、さき祐介は、 日和からお嬢様としての振る舞い方のレクチャーを頼まれ、アパートの住人たちと共に奮闘することになる。桜の日和層は、ゆうすけたちが暮らしている地区70年の木造ボロアパート風呂キッチン、洗濯場は合同で、約6畳の部屋が10ほどある。桜に、ダメ人間と称されるほどの、一癖のある人間たちが、住んでいる。 再演部日和りたちが姫の宮で新たに立ち上げた部活動。祐介が特別顧問となっている。姫原会姫原会は、姫の救助学院の生徒会の名称。鷲津派その他の女学院関係者作中に登場する用語等から、同じ原作者の作品である、乃木坂遥の秘密と同じ世界観らしき描写が見られる。いがらし作、アスキーメディアワークス。 電撃文庫、ありがとうございます。